マルサンホビー動画チャンネルです、ミニキャンプス18分の1スケールダイキャストミニカーハース F1 チーム VF20、ミックシューマッハ FP1 アブダビ GP2020 年です。こちらのモデルは、まず全長が約30センチで、車幅が約、14、こっちだったらですね、後ろで測って大体約 11.5 センチの、ダイカスト製の、ミニカーになります。まずちょっと部分的に、見ていきます。こちらのは、ミハイル・シューマッハの息子のミック・シューマッハが、2020年のアブダビ GP の、第一次予選で、走行しましたマシンになっています。でフロントのウイングや、こういう部分ですね、フロントのサスアーム部分とかいろんなところに、まあ、ウイングがかなりこうとか、整流板とかが細かくこうちっちゃいのがついてるのがこの辺、この年代ぐらいの特徴になります。でこちらが、左サイドになりますけれども、こういう横の部分ですね、すごく細かいこうフィン状の、こう整流板が立ったりとか、こういうとこにもこう2段に、こう整流板とかが配置されています。で横に大きなハースの文字が入っています。でタイヤはピレリになっています。そしてこう後ろの方ですね、リアウィングもこの頃のかなり形状がこう変わっていまして、このサイドフィンも2段になってますし、この支えのところがちょうどマフラーのところからこう2本出てるような形状になっています。でこちらが、右側の方になります。そしてこう正面の方に戻っていきます。で次に、上の方を、ご覧に入れていきます。ノーズのところにはこうアンテナが3本立っています。でこのドライバーの保護のためのこのバーがやはりこう一特徴ですね。これがすごくこの型の F1 では目立ちます。でこういったところにカメラがついたりとかしていまして、インダクションポットの上のところにもこういう、縦に伸びてるこうフィン状のパーツがあります。でさらにここにもこうウィングっぽいものがついています。そして、ここからだと見えますでしょうか、コックピットの中も非常に細かくできていまして、最近のこのハンドルですね、こうもう丸くなくて本当にこうなんかレバーみたいな感じのものを握るようなハンドルで、真ん中にモニターも設置されています。でこちらですね、はい、このようなすごいこう独特な形状で見た目もかっこいい F1 ですので、ぜひお客様のコレクションの一つに加えてみてください。このような新製品の、品物を続々、動画チャンネルに上げていきますので、ぜひ、チャンネル登録の方もお願いいたします。これで以上です。バイバイ。